続々と牽引されていくトレーラーハウス。その数10台。長野市に本社のあるカンバーランドジャパンが石川県志賀町に仮設住宅として提供するもので、昨夜青木村の基地を出発。今日未明、志賀町に到着しました。 1LDK タイプで、洋室やトイレ、キッチンやエアコンが備え付けられています。最大震度7を観測した志賀町では、住宅4200棟以上が被害を受け、現在もおよそ1000人が避難所に身を寄せています。今後、上下水道の整備などを進め、来月中には入居が始まる予定です。なんとか家族で楽しい場が作れるような、そういうふうな場所作りになったらいいなと思っております。カンバーランドジャパンでは、来週も10台を送ることにしています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。